こんにちは、美容家の夏美です。今回はオーガニックコスメ初心者さんでもトライしやすいチャントアチャームのスキンケアを紹介したいと思います。チャントアチャームはオーガニックコスメ初心者さんにすごく使いやすいブランドです。チャントアチャームはこちらのブラウンのボトルが目印になります。見かけたことあるよっていう方も多いんじゃないかなと思います。コスメキッチンはもちろん、バラエティストアのロフトだったりとか、あとはナチュラルローソンなんかでも取り扱いがあります。特にこちらのクレンジングミルクはすごく有名ですね。で、私自身オーガニックコスメ初心者の頃はこのチャントアチャームをよく愛用していました。特にコスメキッチンで取り扱いのあるブランドの中で、オーガニック初心者さんが使うものっていうと、皆さんトーンをイメージされるかと思うんですけれども、私がオーガニックコスメを使い始めた頃っていうのは、まだトーンっていうブランドがなかったんですね。なので本当にチャントアチャームにはお世話になったし、価格的にも一つ3000円前後で購入できるので、続けやすいっていうのもその当時すごくポイントが高かったですね。で、今は何年もオーガニックコスメを使っているので、どんどんねコアなアイテムを使うようになっていって、お肌もオーガニック肌に整ってきている実感があるんですけど、で最近はまたちょっと初心に帰ってみようと思って、ちゃんとアチャームを一揃えて使っているんですけど、やっぱりねすごくね使いやすいなと思って、この良さを一つ動画で撮ってお伝えしたいなと思ったので、今撮影をしています。私は普段マルティナとかアムリターラとか結構コアなアイテムも使っているんですけれども、コアオーガニックのアイテムってもう植物成分のみで作られてる、本当に成分にこだわり抜いて作られたアイテムばかりなので、一言で言うと使い心地よりも成分重視なんですね。例えばメイクがちょっと落ちにくいとか、化粧水がもう超さっぱりだったりとか、クリームやオイルが超こっくり系だったりとか、そういった特徴があったりします。どんどんお肌がオーガニックになっていって、もうコアオーガニックユーザーになってくると、逆にそれがいいんじゃんっていう風に思うんだけど、ただどうしてもやっぱ初心者さんにとっては、さっぱりしすぎる化粧水と落ちないクレンジングとベタベタのクリームってやっぱ使いづらいじゃないですか。なので、そういったところも踏まえて、もうちょっとオーガニックコスメのこうハードルを下げて、初心者向けにね作られたものがこのチャントアチャームでして、無農薬のハーブだったり、オーガニックの成分を入れつつ、でもちゃんと使い心地にもこだわっていて、価格も手頃っていう素晴らしいブランドになります。今までドラッグストアのスキンケアを愛用されていた方でも違和感なく使えるブランドなので、これからおすすめのアイテムと使用感を実際に使いながら紹介していきたいと思います。で、今日紹介するのはこちらの4つのアイテムです。この4つのアイテムでライン使いするとしたらこんな感じなんですけれども、まず左から、クレンジングミルク、炭酸泡の導入美容液で、保湿のお化粧水、美容オイルっていうような順番になります。チャントアチャームは自立保水力のあるお肌を目指して作られています。私たちのお肌って自ら潤う力っていうのが備わっているんですけれども、特に現代人は、いろんな環境だったりストレスの影響で、お肌のこうバリア機能が弱ってしまっていて、自らこう潤いを保つ力っていうのがかなり弱ってしまっているんですね。なので、そういった足らない部分を化粧品で補っていく必要があるんですけれども、チャントアチャームでいうと、有機栽培された無農薬のハーブのパワーだったりとか、北アルプスの温泉水、それから天然のアミノ酸、これらのパワーでお肌の自活力をこう取り戻していこうということで、このチャントアチャームのスキンケアが皆さんのお肌作りに役立ってくれるかなと思います。はい、こんな感じでちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、早速アイテムを実際に使いながら、スキンケアをしていきたいと思います。では順番に紹介していきたいと思います。まずはこちらのチャントアチャームのクレンジングミルクから使用感をお伝えしていきます。私こちらのクレンジング大好きで何度もリピートしています。
こちらのクレンジングの特徴は、なんといってもミルクタイプのクレンジングなんですが、馴染ませていくにつれてオイル化するところですね。途中で完全にオイル化するんですけれども、洗い流すときぬるま湯でこう馴染ませるとまたミルクに戻るっていう、ちょっと不思議なクレンジングです。ナチュラルオーガニックのミルクやクリームタイプのクレンジングって、洗浄力が結構弱くて、メイクがしっかり落ちないっていうのが結構お悩みっていう方多いと思うんですけれども、こちらのクレンジングはミルクの良さとオイルの良さ両方兼ね備えているので、お肌に必要な潤いを残しつつ汚れはしっかり落としてくれるようなクレンジングになっています。私もともと肌がすごく薄くて乾燥しやすいし敏感にもなりやすいんですけど、そういった肌質の方ってクレンジングのオイルとかリキッドとかはちょっと相性が悪くて、お肌に必要な油分までこう落としすぎてしまうっていうのが結構悩みだったりするんですね。私もそういった洗浄力の強いクレンジングが原因でお肌荒れしてしまうことが昔よくあったので、なのでクレンジングはミルクタイプやクリームタイプなど洗浄力の優しいものを普段から選ぶようにしています。でチャントアチャームのクレンジングミルクは本当にいいところがたくさんあります。一つはオイル化するのに洗い上がり全然突っ張らないところですね。2つ目はダブル洗顔が必要ないところです。3つ目は濃いメイクがしっかり落ちるところです。4つ目はポンプ式ですごく使いやすいところです。 あともう一つあった5つ目がメイクをなじませていてもう洗い流していいよっていうサインがすごい分かりやすいところです。はい、こんな感じで魅力たっぷりのチャントアチャームのクレンジングミルクを実際に使っていきたいと思います。はい、では、ポイントメイクを先に専用のリムーバーでオフしたので、全体にこちらを使っていきたいと思います。だいたい1回で3プッシュくらい使っていきます。すごく滑らかなミルクタイプのクレンジング量です。かなり緩いテクスチャーなので5点置きはせずに、オフしたいところにまずのせていきます。ゾーンからやっていきます。私はクレンジングをするときに汚れがたまりやすいところとか油っぽくなりやすいところからクレンジング量をなじませるようにしています。私額はあまりニキビとかできないんですけど、やっぱ口周りこの辺はすごいできちゃうので丁寧になじませるようにしています。お鼻周りね。で、ある程度なじませたら今度は頬に塗布していきます。すごく滑らかなミルクでスルスルっとメイクになじんでいきます。で、今の状態だとまだミルク状なんですけど、もうちょっとなじませていくとオイルに変化します。このミルクからオイルに切り替わるタイミングっていうのは早すぎてもいけないし遅すぎてもいけないので、そこをすごく研究して作られているそうです。あ、オイルに変わってきました。オイルに変わるともう手触りがすごいもっと滑らかにサラサラっとなるので、そのタイミングでわかると思います。見た目でもかなりツヤツヤしているのでオイルに切り替わっているのが伝わるかなと思います。で、こんな感じで完全にオイル化したらもう洗い流しちゃって大丈夫なので、この後ぬるま湯ですすいでいきたいと思います。で、あんまうまく映んないけどこの辺ちょっと白くなってるのね。これがまたお湯をなじませることでミルクに戻っているサインなんですよ。はい、洗い流してきました。うん、しっかりメイク落ちてますね。私普段からベースメイクは全然濃くないんですけど、もう下地とかチークとかに入ったラメが結構クレンジングした後に残っちゃっていることが多くて、それがちょっと気になるなっていう感じなんですけど、チャントアチャームのクレンジングミルクだったらラメまでしっかり落ちるので安心かなっていうふうに思います。ナチュラルオーガニックのコスメに
入っているラメはお肌に残っていても全然こう有害なものではなくって、まあ、残っちゃってても問題ないよとは言われているんですけど、なんかちょっとスキンケアするときに私は気になっちゃうので、まあ、ラメまでしっかり落ちるクレンジングでお肌に負担も少ないものってなると、やっぱりチャントアジャムのクレンジングが一番最初に頭に思い浮かぶので、必ずお家に一つ常備しておくようにしています。まあ、私は普段からマルティナのクレンジングミルクを愛用しているので、まあ、それとね比較してしまうと、どうしてもこう洗い上がりのしっとり感っていうのはチャントアジャムはもうちょっと劣るかなとは思うんだけど、でも全然突っ張ってどうしようもないっていう突っ張り感っていうのは全然感じないので、使いやすいんじゃないかなと思います。でちょっとそんな話をしていたらちょっとかなり乾いてきてしまったので、早速保湿のケアをしたいと思います。まずはブースターとして、こちらの炭酸泡のムースセラムを使っていきたいと思います。乾燥しちゃうのでちょっと説明の前に先につけちゃいますね。こちらは泡状の美容液になります。とね、もこもこの泡っていうよりは本当にムースのような泡です。ピンポン玉くらいの量を出してもらって、これをお顔全体に塗っていきます。あ、気持ちいい。炭酸だけど全然ピリピリしないです。なんか炭酸水とかをね想像するとシュワシュワ弾けるイメージがあるかと思うんですけど、そういった刺激は一切ないので安心してください。こちらの炭酸泡の美容液はスキンケアの一番最初に使うことでブースターの効果があります。ブースターなんですけど、これだけでねかなりしっとりします。炭酸のアイテムってすごくスキンケアの底上げ力が高いので、気になる方はねぜひ試してみてほしいです。炭酸美容ってお手入れの効果感を結構実感しやすいので、お手入れをするのもすごく楽しくなると思います。炭酸がお肌に与えてくれる良い作用としては、この液体に含まれた炭酸ガスが毛細血管に入り込んで血管を広げて血流を流れを良くしてくれるんですね。それによって酸素とかお肌に必要な栄養素がしっかりお肌に運ばれるようになるので、まあ、分かりやすいところだとくすみが飛んで血色が良くなったりとか、乾燥が改善されて潤いのあるお肌になったり、あとは肌触りも良くなりますし、お肌に弾力も生まれます。やっぱり血行が良くなるっていうことは、まあ、お肌の全ての悩みの改善につながるので、やっぱりスキンケア効果をこう高めてくれるこう基礎の土台作りができますね。炭酸美容はお肌にいいことしかないっていう感じです。特に私はこちらを朝起き抜けのお肌に使うことが多いんですけれども、朝のお肌は冷えてこわばっていて眠っているので、そういったお肌を目覚めさせるためにもこの炭酸泡の美容液はすごく役立ってくれます。やっぱり朝一で炭酸のアイテムを使ってあげると、その後に使うお化粧水のノリも浸透もすごく良くなるし、まあ、メイクノリも、普段より良くなるので、やっぱりいいとこずくめなんですよね。まあ、ちょっと余談ですけど、私が化粧品メーカーでエステティックのお仕事をしている時も炭酸泡の洗顔料がそのブランドの中にあったんですけど、やっぱ一番人気でしたね。で、まあ、なかなか炭酸泡の美容液ってナチュラルオーガニックのブランドの中ではあまり見かけないと思うので、ぜひご興味がある方はちゃんとアチャームを使ってみてください。はい、続いてはお化粧水をつけていきたいと思います。こちらのチャントアチャームのローションリッチを使っていきます。お化粧水でお肌のペーハーバランスを整えていきたいと思います。こちらはね、とろみのあるしっとり系のお化粧水です。すごいね、優しいハーブの香りがします。先ほどムース状の美容液をつけているので、一度付けだけでかなりしっとりします。こちらのお化粧水は、炭酸泡の美容液を使わないときは私は2度付けしています。とろみのあるお化粧水なんですけど、ブースターを使っているのでぐんぐんお肌に入っていくし、すごい馴染みがいいですね。
ブースターなしでも肌なじみは普通にいいかなというふうに思います。すごくテクスチャーもしっとりとしているので、日本人好みのテクスチャーかなと思います。ナチュラルオーガニックのブランドのお化粧水って、海外のブランドを見ていただくと気づかれる方も多いと思うんですけど、すごいさっぱり系のお化粧水が多いんですね。海外のナチュラルオーガニックのスキンケアブランドって、お化粧水はもうさっぱり系のミストで、お肌のペーハーバランスを整えるものっていう風に考えていて、で保湿はとにかくオイル、乳液、クリームっていう感じで、こっくり系のアイテムが多いんですね。ただ日本人はすごいしっとり系のお化粧水好きじゃないですか。なので、日本のナチュラルオーガニックコスメブランドを見てもらうと、結構しっとり系のお化粧水が多いです。でチャンターチャームのお化粧水も日本人好みのしっとり系のテクスチャーになっていて、で秋冬だと限定品で、これよりもさらにしっとり系のお化粧水がチャンターチャームから出ています。なので初めてナチュラルオーガニックのコスメを使うってなった時に、海外のブランドが初めましてだと、ちょっと化粧水がさっぱりしすぎていて、慣れない、使い慣れない、使いづらいっていう風に感じてしまう方が多いかもしれません。そういったところを踏まえて、チャンターチャームのお化粧水はとても初心者さんでも使いやすいなというふうに思います。はい、では最後にスキンケアの蓋の役割をしてくれるオイルを使っていきたいと思います。こちらのディープモイストオイルを使っていきます。チャンターチャームの油分のケアのアイテムは乳液やクリーム、バームなどいろいろとあるんですけれども、このオイルがすごく優秀で、どうしても紹介したかったので、今日は油分ケアとしてこちらのオイルを使っていきたいと思います。私はオイル美容すごく大好きなんですけど、なんかナチュラルオーガニック初心者の方ってオイル美容にすごくこう高いハードルを感じている方が多いみたいなので、ちょっとこのオイルね、すごい使いやすかったから紹介したいなというふうに思いました。こちらのチャンターチャームのオイルはなんと2層式になっています。こちらは植物オイルと植物のエッセンスが絶妙なバランスで配合されています。オイルなんですけど、いい意味ですごいオイル感がなくて使いやすいんですよね。なんか植物オイル独特のこう癖のある香りもこれはしないですし、あと苦手意識のある方も多いと思うんですけど、オイルのもったりべったり重たいっていう感じのテクスチャーもこれはないので、そこがね、いい意味で、オイルっぽくなくて使いやすいかなっていう風に感じています。でこちらを使うときは、よく振ってもらって、2層になっているので、こちらをしっかり混ぜます。でこちらね、60ミリたっぷり入っているんですけど、1回に使う量はだいたい3滴くらいでいいかな。テクスチャーはオイルとエッセンスが混ざってすごいしっとりとしています。こちらをお顔全体に伸ばしていきます。すごいいい香り。今日はスキンケアの蓋として使っているんですけども、お肌をねほぐす役割もオイルにはあるので、ブースターとして使うのもすごくおすすめです。私だったら炭酸の泡の美容液を朝のブースターとして使って、このオイルを夜のブースターとして使うかなって感じですね。すごいもっちりします。オイルってスキンケアの導入にも使えるし、中間の美容液としても使えるし、スキンケアの終わり、締めにも使えるから、本当にね使い勝手がいいなって思いますね。で時間がある時だったらスペシャルケアとしてお風呂に浸かりながらオイルパックをするのもおすすめだし、あと髪の毛とか体にもこのオイルは使えるので、こんなにたっぷり入ってますけど結構使い勝手がいいから、いろんな場面で使いやすいと思います。これね、個人的にすごいヒットで、いろんな場面で使えるから、一つ持っているとすごく便利だなっていうふうに感じています。はい、こんな感じで今日はチャンとアーチャームのおすすめのスキンケアアイテム4品を使ってお手入れをしていきました。
ちゃんとアチャームの中では特に好きな4つのアイテムを今回紹介させてもらったので、一つ一つちょっと熱が入って熱く語ってしまったんですけれども、オーガニック初心者さんの方は特にコスメキッチンとかにこう足を運んでもブランドがわからないものだらけで、どれを買ったらいいんだろうってすごく悩むと思うので、こちらの動画がアイテムを選ぶときに、ちょっとでも参考になったらいいなと思います。特にチャントアチャームはコスメキッチンのファーストオーガニックのアイテムの中でも お手頃でね、取り入れやすいですし、気になる方はチャントアチャームのトライアルセットミニサイズのものが1500円ぐらいでゲットできたかと思うので、ちょっとそれには炭酸泡の美容液とかは入っていないと思うんですが、LINE で使うとどんな感じかなっていうのを知りたいっていう方はそういったアイテムから始められるのもいいと思います。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。